願いを込めたバレンタイン、今年こそは、今年こそは。日が来ると胸がギュッと、なぜか強く締め付けられるんだ。ギリチョコともチョコ、本命チョコ、君は今年誰かにあげるの。この日が来るのをずっとずっと、私今日まで待ち焦がれてた。去年渡せなかった後悔も、今年こそはできると信じて。校庭に呼び出されて、照れくさくてカッコつけて、何度も頭でシュミレート、願うのは君からのチョコレート。この想いを伝えるために頑張って手作りしたよ。喜んでくれるといいな、なんて言ってあなたに渡そうかな。大好きだよ、大好きだよ、君のことがあなたのことが。来年も再来年もずっとこの想いが続いてるといいな。たとえ叶わなくても、買ってみたけれど、そこにいたのは君じゃなかったんだ。そんなうまくいくはずないかって、バレないよう戸惑い隠して。見てしまった、見たくなかったよ、違う子からもらうとこなんて。楽しそうな姿を似合いって、そっとカバンにチョコを隠した。今頃他の誰かになんて考えたくないけど、何にも手につかなくなって、頭の中君のことばかりで。何やってるんだろう私、一人勝手に舞い上がって、何もできず言えなくって、涙が溢れて止まらないよ。大好きだよ、大好きでも届かなくて、ただ切なくて。思えば思うほどに心が強く強く感じてるのにね、時ばかり過ぎていくよ。待ってたって仕方ない、一日遅れだって構わない。逆チョコに君への想いを込めて、届けるよ愛の言葉に乗せて。ねえ本当にこれでいいの、また自分の心に嘘ついて、言えないまま終わりたくない。あなたに伝えなくちゃ、明日こそ。大好きだよ、大好きだよ、君のことが、あなたのことが。特別な日じゃない、日なんてない、この想いが届いた日、それを記念日にすれば。